はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、顔のたるみをですね解消していく方法をお届けしたいと思います。はい、まあね、顔のたるみをね取る方法というのはね、僕10日に1回ぐらい、2週間に1回ぐらいのね配信頻度で配信してるんですけども、まあその理由はね、僕自身がですね顔をたるましたくないからなんですね。で、僕みたいにですね、やっぱ顔がたるみたくないとかですね、老けたくないという方たくさんおられると思うんで、まあ僕のですね動画のこの配信を見たタイミングでですね、顔のたるみをね取っていただけたらと思います。はい、で早速ね今日はやっていきたいと思うんですけども、まあ僕がいつも使ってるですねこの炭酸性体スプレーを使いながらやっていくんですけども、まあ、ね、いつも僕配信してるんですけど、まあ、初めて見られる方もおられると思うんで、まあ、このスプレーがある時とない時どんだけ違うかということなんですね。まず一つはですね、血液の流れる循環量ですね、血流量というんでしょうか、これが4倍ぐらい上がるんですよ。このスプレー使うと4倍ぐらい上がることによって栄養素を供給しやすくなるということなんですね。なのでこれがある方がですね確実に効果が出るということなんですよ。なぜ確実に出るって言うかというとですね、やっぱり顔の筋肉とかですね、顔って疲れてるんですよ。みんなが思っているよりも、自分が思っているよりもですね疲れております。はい、それをですね疲れているのに一生懸命こうセルフケアし頑張ってもですね、下手すればですね反動でですねたるむことがあるんでね、まず体のその顔の疲れを取ってからやってくださいということですね、いつも僕は配信でお届けしてるんですけども、まあ、初めて見られる方もねおられるんで、まあ、これを使っていきたいと思うんですけど、これを顔にね1周2周ぐらいかけてください。まあ、3秒ぐらいですね、3秒ぐらいかけていただくとですね、顔全体に炭酸ミストがこうかかって、この瞬間にですね毛細血管拡張してくれます。毛細血管拡張するとですね、血液の流れる量が増えることによって顔の疲れているところに血液が流れやすくなるわけなんですね。流れやすくなるから筋肉がですね動かしやすくなったり、筋肉がですねまたパフォーマンスが上がるっていうところなんですね。でプラスね、プラセンタエキス、ビタミン C 誘導体、ヒアルロン酸が入っているので、お肌のその潤いであったりとか、お肌の質も上げていくっていうところなんで、ぜひねこのスプレーを使ってみてお試しいただけたらと思います。はい、まあ、ここでですね前振り終わっちゃうんですけどもで顔をなじませてください。はい、馴染ませていただいて、ここからなんですけども、まあ、今回はですねちょっと違った方法でねやっていきたいと思います。でこれをで手をですね、まあ、パーにしていただいて、ピタッとちょっとここら辺ですね、顔の横に置くような感じで、ここからこう下から上に回すような感じ、下から上に回すような感じ、はい、よろしいでしょうか。これを20回いきますね。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、よろしいでしょうか。はい、でですねこれは顔がこうたるんでくるときにですね、ここがですねこう下がってくるわけじゃないですか。下がってくるとこの筋肉に軽く刺激を与えながら、今からセルフケアするよっていうのをですね伝えるようなイメージですね、やってほしいと思います。これを20回やってください。はい、でその次はですね、手をこういう形ですね、こういう形にしていただいて、このまま上に上げていただきたいんですけども、上に上げた時に20秒キープです。こういう形で20秒キープしてください。はい、引っ張ってここを使ってですね20秒キープです。ではいきますね、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。よろしいでしょうか。でこれね、ほうれい線のあたりからですね、ほうれい線ができやすいところのあたりからぐーっと引っ張りながら押さえて引っ張っていく感じでキープしてください。でキープすることによってですね、ここの筋肉が下がっている状態をですね、ここでとどめる感じですね、とどめる感じで20秒キープしてください。でここを、これまず2つですね。であともう1つあるんですけれども、次はねここ下上げましたね、上げてこう止めましたよね。でさらにこのね手の親指の付け根を使って、この頬骨あるんですけども、ここにグッと押さえて上に上げる、斜め上に上げる感じですね、斜め上に上げる感じ、これでですね20秒キープです。ではいきます、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、
はい、OK です。よろしいでしょうか。まあ、これをですね、まあ、3セット寝る前とかですね、お風呂の入っている中、お風呂上がりの後にですね、3セットしていただくと、この顔のたるみはですね、どんどん取れやすく取れてくると思いますので、ぜひ一度ね、こちらの方法も試してみてください。はい、でですね、ちょっとね、6月からですね、この炭酸生態スプレーのですね、価格がちょっと一部見直しがありまして、消費税が今まで込みの3500円、2500円だったんですけども、税別の、価格になります。でこちらがですね、3850円、こちらが2750円って形になるんですけども、これをですね、6月1日からなんですが、ちょっとですね、企業努力でですね、100円の値上がりで、ちょっとこの、まあ、着地するようなイメージなんですけども、こちらがですね、3600円、はい、で2600円ですね、はい、ちょっとね、いろんなこの今の世の中の状況でですね、値上げを去年、一昨年ぐらいからずっとこの工場ともね、接触してたんですけども、もう限界が来たということでですね、ちょっとね、10% の値上げっていうことだったんですけど、皆さんにいろいろ使っていただいてるんで、なんとか企業努力で100円アップだけでとどめることができたんで、まあね、6月から値上がりするんですけども、まあ、今のうちにですね、一度試してみていただけたらと思います。で、Amazon ね、Amazon、Yahoo、楽天、あとメルカリ、Q10などですね、僕がですね、まあ、認めているというか公式にね、やっていただいている方のサイトでですね、購入していただけたらと思います。あとね、結構偽サイトが多いらしいんですよ。偽サイトが多くてですね、もしそこで購入してもですね、商品が届かないとかですね、いろんなトラブルがあると思うんで、できたらですね、今僕がお伝えしたね、サイトからね、購入してほしいと思います。まあ、また概要欄に貼っておきますんで、まあ、僕の直接購入もありますんでね、ぜひね、一度試してみてください。はい、まあ、これでですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思っていいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕はですね、日本一失敗しないセルフケアということでお届けしているんですけども、まあ、そのポイントとしてですね、僕はですね、美しく老けていくためにはということでですね、これを最大のテーマとしてですね、掲げております。その中にもですね、血液循環というものを良くしていけば、美しく老けていくということでですね、動画配信してるんですけども、まあ、その中でですね、血液循環が良くなれば痛みが消えたり、しびれが消えたり、血液循環が良くなればシミが消えたり、シワが消えたりというですね、あなたのなりたい自分になっていただけるような配信をしております。またもう一つですね、僕が、注目しているのは楽しくできるというところなんですね。人間ですね、楽しくないと続けれないんですよ。特にセルフケアっていうのはですね、こう無理やりやってもですね、効果が出ないですし、楽しんでやっていただけるためにですね、毎日こう日々お届けしているんですけども、僕の動画はですね、簡単にできて誰にでもできて必ず効果が出て楽しくできる、このポイントでですね、お届けしているんで、もしよかったらね、他の動画も見ていただけたらと思います。はい、あとですね、こちらの炭酸生態スプレーもですね、たくさんの方がですね、使っていただいて、たくさんのね、コメントいただいて本当にありがとうございます。で、僕のですね、販売しているところでですね、アンジ久しからの直接購入と Amazon、Yahoo、楽天、あとメルカリもですね、販売してますんで、よかったらそちらの方からもですね、ご購入の方していただけたらと思います。またね、最近ね、偽サイトとかもね、現れているようなんで、僕が今お伝えしたところじゃないとですね、もしかしたらその海賊版であったりとかですね、不良品かもしれないんで、注意して購入してみてください。ではまた次回ですね、お会いしましょう。さようなら。